ゲームを開始します。皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。今回は待ちに待ったイベント S です。これを勝てば旧車がすごく潤います。では早速行ってみましょう。昼過ぎだったので他のプレイヤーさんはもう一回出してたみたいで、少数で出走です。これならいけるかも。シャングリラさん、人気は譲ったけど負けないですからね。僕は先行なので先に行ってますね。僕はゆっくり後ろで眺めてるよ。ハイペースになったらパン2が有利だから頼んだよ。僕らのどちらかが勝てばいいんだから。じゃあお二人さん頼んだよ。特殊実況楽しみだな。世界一の称号を目指してスーパーワールドブリーダーズカップウィンター、まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取って14番オルコックアラビアン、それから12番スターウェイグランド、6番リボーが上がってまいりました。8番エクリプス、それから9番ゴドルフィンバルブ、内を通って1番ヘロド、その外スーッとファンニーが上がっていきました。ちょっと離れて7番ザフライングダッチマンであります。そのうち3番ラーレーアラビアン、10番ニュルボルクリンク、内を通りましてブリガディアジェラード、そしてその後ろからマイアリーターク、ゴールドメガアクアがそのうちにいます。11番シャングリラ、9車は2頭出し。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭は飛ばした14番オルコックアラビアンであります。この辺りちょっと離れているリボー、スターウェイクランドはこの辺り、そして4番手にエクリプスであります。それから5番ファンニー、その後ろでやりましょうか。9番ゴドルフィンバルム、さあトンネルを抜けてあとは直線勝負を残す伸びであります。スターウェイクランドは3番手、先頭に踊り出すことができるのかどうか。先頭はオルコックアラビアン、2番手にスターウェイクランド、内から懸命にリボー、5番ファンニー、2番手にスターウェイクランド、先頭オルコックアラビアン、オルコックアラビアンが大きくリード。スターウェイクランド、そしてファンニー、先頭はオルコックアラビアン、かわしたファンニー、先頭ファンニー、先頭1着ファンニー、年末の頂上決戦を制し世界一のタイトルを獲得、獲得賞金は7000枚突破。よっしゃー、これで5000枚。そしてこの店は10クレなので5万クレゲットだぜ。お前たちよくやった。これで旧車がしばらく生きていける。僕は3着だけどね。いやいや、でもすごいじゃないですか。ニトルらしいレナブル表彰台で。とりあえずファンニーは引退で、シャングリラは勝ち付けしたいね。頑張ってよね。ゲートが開いて飛び出した11頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。花切り宣言をしていたチェックザファイトがやはり行った。ちょっと離されまして4番キャンディーデート、外を通って6番フォーティーリックス、そのうち2番バーミリアン、5番プレミアムタップ、そしてその後ろからシャキス、それからもう1頭11番タイタン、そしてそのうちにインバソール、ディスクリートキャット、3番ブリッシュラック、5番手にプレミアムタップであります。それからシャキス、外から1頭タイタン、内を通りまして8番インバソール、ディスクリートキャットがその後ろ、この辺りちょっと離れているブリッシュラック、1番人気のシャングリラ、さあ気合はどうなんだ。チェックザファイトが先頭です。あとはずっと下がって、これがキャンディーデート、そして外からはフォーティーリックス、場内がドッと来ている、場内がドッと来ています。緑の帽子シャングリラ追い込み体勢に入っている。先頭チェックザファイト、チェックザファイトが大きくリード。タイタンが2番手、フォーティーリックスも懸命に追う。先頭チェックザファイト、チェックザファイトが大きくリード。1番ディスクリートキャット、フォーティーリックスが2番手、外から懸命にタイタン、フォーティーリックス先頭に変わったか、内か外か、ほとんど同時。
まあ、初ダートだったし、仕方ないかな。次頑張ってくれよ。メモリアルが近かったので出しました。頑張るんやで。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。9番カツラギエースが先手を取ります。それから2番エスプリデュノールウィン、12番シンボリルドルフ、そして5番手に13番バウンティーホークであります。その外からはこの辺りちょっと離れているバウンティーホーク、外を通って14番アリャマクリャマキーウイ、その内からは4番タイタン、早くも大欅の向こう14頭が差し掛かろうとしております。それから11番ストロベリーロード、その後ろでやりましょうか。3番ベッドタイム、府中のスタンドが揺れています。シャングリラはまだ後方、ようやく追い込み体勢。先頭カツラギエース、カツラギエースが大きくリード、内から懸命にエスプリデュノール、3番手にタイタン、先頭カツラギエース、カツラギエースが大きくリード、エスプリデュノールも懸命に追う、タイタンが2番手、カツラギエースが先頭だ。4番タイタン、オレンジの帽子シンボリルドルフ、先頭はカツラギエース、シンボリルドルフ、そしてキーウイ、シンボリルドルフが1着。あとは写真です。ここの着外は痛いね。メモリアルだからオッズは出ないけど、副賞券は欲しかったな。そして天皇賞春1倍台だから、ここはいいところ取れるでしょう。頑張ってよね。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。10番東海トリックが先手を取りました。その後ろでやりましょうか。東証ナイト、3番名称サムソン、その外スーッとデルタブルースが上がっていきました。デルタブルース内から1頭、3番名称サムソン、アリャマクリャマ、 G1 発制覇なるかどうか。祭りだごっこ、外を通りまして6番ミカスキダークメッセージが、その後ろ外を通って14番エリモエクスファイア、そして内からはマイソールサウンド、外から1頭12番ネバブション、ちょっと離れて5番アイポッパーであります。その内からは9番マイソールサウンド、そして外からはネバブション、ちょっと離されましてアイポッパー、7番ファストタテヤマ、赤い帽子にご注目ください。これが1番人気のシャングリラ。先頭行く東海トリック、4分の3馬身リード。大歓声が上がる京都競馬場、大歓声が上がる京都競馬場。シャングリラは6番手といったあたり、白い帽子祭りだごっほ、先頭三日月、三日月が3馬身リード、赤い帽子シャングリラ、2番手に祭りだごっほ、かわした祭りだごっほ、先頭かわした2番手にシャングリラだ、1着祭りだごっほ、2着シャングリラ。欲しい。でもここで2着取れたから、次はいけるでしょ。頼んだよ。了解。
次回予告、ボーナス S を買ってくれたパンイーが、無事引退をして、なかんか引退できないシャングリラ。天皇賞2着の弾みをつけて、次のレースで、優勝できるでしょうか。それではまた来週。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。